おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきましょう。前回は赤い部屋に入れたんですけど閉じ込められて、でなんか囚人服を着たなんかすごい派手髪の男がロッカーの中に潜んでてぶっ倒れて、でその人をこうピンクの部屋にね連れてったみたいな流れだったよね。あの人何だったんだろうね。あの人の描写怖かったんだけどね。ってことで続きからやっていきましょう。ほい。で、あとあれだ、ナオさんが三島先生の首持ってっちゃったんよ。でそれを追いかけるみたいなとこだったよね確かね。食堂行こう。どこにいるんだ一体。ここ入れる？あー無理か。ナオさんどこ行ったんや。あ、九太郎さんがいない。本当だ、2階に行っちまったのかな。どうする。手分けして探そう。よし、ジョー君、君は1階を頼めるかい。え、そっち2人だけで危なくねえすか。危険なデートになりそうかもね。帰りが遅かったらヘルプに行くっすからね。急ごう。オッケー。知らない場所に来ましたな。ここが2階か。ドアがいっぱいだね。どこに行ったんだ。いやーでも刑事さんとの危険なデートいいわね。まあ私もいるから3人なんですけど。湯、石、鏡、湯。赤い湯のドア、石のドア、鏡のドア、黄色い湯のドア、全部入れるってことかな。これは何。大きな鉄格子が、通路を塞いでいると。じゃあ、左から入ってみる？湯の部屋、赤色から。おお、あ、お風呂ね。ここにはいない。なるほど。かわいい。なにこれ、ペンギン。ペンギンのような像がある。ペンギンじゃないよ。え？ペンギンじゃないらしいわ、この子。暗がりに小さなサウナがある。暖かくはない。鏡が並んでる。くらいか？うん。お風呂には温かいお湯が溜まっている。ボトルにお湯入れる。ああ、入れとこうか。じゃあ移動しよう。2階フロア。ちょっとくしゃみ出そう。あ、これ出ないやつだ。じゃあ次、石部屋行こう。あれ？銀くん？どうしたの？銀！さや姉ちゃん。助けてにゃ。なお姉ちゃんを探してたら。鉄の檻、こんなの通したら。ああ、浮かずに触っちゃダメだ。ええうわサラ姉ちゃん、キン、どんどん下に沈んでいってるにゃん。いやわ、怖いよ。助けてサラ姉ちゃん。考えろ、考えるんだ。二人で檻を持ち上げる。檻を破壊する。手を触れず引き下がる。これはね、多分部屋に入ると下がっていくんじゃないか。引き下がってみよう。檻はどうすることもできない。え、ここから出してよ。ゲン、マジ檻の動きは止まり、完全に地面へと埋まってしまった。は、ゲン！びくともしない。どうしたら。そこかな。え？お！はしごだね。は、よく見つけたな、刑事さん。すごすぎる。さすがおまわりさん。ほら、サラちゃん、おいで。いや、行きます。刑事さんの胸に飛び込みます。ってことで、下へ繋がるはしごがある。檻はガッチリと床にはまって動かない。はしごの下行こう。ああ、銀くん。よかった。でも何これ。どういうこと。なんかパソコンみたいなのがあるけど。銀、大丈夫か。え、喋れなくなっちゃって怖くて喋れない。そうか。これは何。目の前にあるのはコンピューターの画面のようだ。機械は苦手だね。何か書いてあります。鳥かごゲーム。
檻の中の鳥、かっこ人質を解放せよ。緑のスイッチを押し続け、出力を最大まで上げるのだ。油断をするな。邪悪な仮面がスイッチに触れたものを殺しにかかる。聖なる光で仮面を照らし、隙を見て押し続けろ。このボタンを長押しすればいいみたいだね。仮面が現れたら手を離して、神聖な光を当てるか。光ってなんだろうね。機械の下に懐中電灯があります。おお、聖なる光だね、それ。懐中電灯を拾い上げた。なるほど。目の前にあるのはコンピューターの画面のようだ。仮面が見ていない間に緑のボタンを押し続けろ、だっけ。現れたら撃退する、でしたね。なるほど、ちょっと待って、セーブしようか。はい。じゃあ押しますか。緑色のスイッチがある。押してみるか。押します。なんだ？始まる、みたいだよ。ああ！そういうことか。ほら！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 やばい！あて！やば！うわあ！なるほどね。やばい、怖かった今。怖すぎる。こういうのが一番苦手だよ。ああ。ちょっと、マウス感度が良すぎて。なるほどね。マジで地道にやるしかないか。オッケーオッケー。頑張ります。解放されるんでしょうか。懐中電灯もつかなくなったみたいだね。まあいいか。銀、開けて出てくれるかい。銀、怖かったな。もう大丈夫だ。刑事さんは震える銀を抱えて下ろした。いやー、もういいパパになりますね、あなた。サラ姉ちゃん。銀は私の胸へ飛び込んできた。いや、怖かったね、銀くんね。いや、もう、よかった。銀、大丈夫。大丈夫。さ、戻ろうか。ああ、よかった。怖かったわ、あれ。何あの顔、不気味すぎるだろう。で、もう機械は動かないのかな？もう迂闊に触れない方がいいなと。じゃあ、上行こう。で、もう動く気配はないと。じゃあ、2階フロア戻って、どうした？なおちゃん、いないね。2階は外れだったかな。1階でジョーが見つけてくれてるといいが。ジョー、か、約束をしていたな。ああ、なおさんの安否について聞いてみる。刑事さんに探りを入れてみる。これは、聞いてみよっか、一応。おまわりさんでも、外れを引くんですね。困っちゃうよね。おまわりさん引退かな。遠回しじゃはぐらかされるだけか。あ、そういえば刑事さん、さっき憧れの人がいたと言っていましたね。言ったっけ。
はい。言いたくないこと、ですか？君は本当に頭が切れる。いたってことは、過去の人ってことだ。絶対に聞きたい。無理には聞かない。これはね、無理に聞かないくていいと思う。私はね、話しても大丈夫だなと思った時に話してほしいって思うから、そんな無理に聞いたところで、なんか、心の問題を解決してあげられるわけでもないし、って思うと、無理には聞かないかな。話したくないなら、それで構いませんが。うん。話したくないね。じゃあ、もう聞きません。てか、刑事さんのこの表情、いろんな表情を見れるのめっちゃいいな。やっぱ面白いな、サラちゃん。ありがとうございます。わかった。こうしよう。メインゲームとやらを生き残ったら、教えてあげるよ。やっぱり、メインゲームは、行われてしまうのでしょうか。うん。回避は難しいだろうね。こんなの、そんなのを許す奴らじゃない。そして始まってしまえば、みんな本気だ。うん。それにおまわりさんも、死にたくないんだ。刑事さん、幻滅しました。私も死にたくないです。絶対負けません。まあ、勝ち負けじゃないというか、で、幻滅もしないよ。私も死にたくないです。私も、死ぬのは嫌です。死にたい奴なんていないさ。きっと、醜い争いになる。お互いがお互いを、大嫌いになるかもしれない。それでも、もし生き残って、おまわりさんにまだ興味があれば、サラちゃんにだけは、教えてあげてもいいよ。私は絶対にメインゲームを回避できる方法を探します。うん。覚悟だけは決めておくんだよ。いやー、あー、刑事さん、好き。いやー、生き残ってくれないと困るなー、刑事さんは。マジで刑事くん刑事さんとジョーくんの二人は、ちょっと、絶対生き残ってほしい。もう大好き。もうみんなのこと結構もう好きだけど、この二人は特別好き。じゃあ、鏡の部屋行こう。うわ、何これ。血が出てるわ。射殺された男の絵画が壁にかけてある。裏側は特に何も書いてないな。絵画を撮る。あ。なるほど。裏側を向ける。あ、そういうこと？あきり拭き手に入れたから、これで拭ける？水たまり。これ何？氷の彫像、なるほど。これお湯かけて溶かすんじゃない？ボトルのお湯かけてね。オッケーオッケー。で、花瓶には花が生けてある。あ、一本抜こう。一本抜いて、こっちに刺すと。で、ぼんやりとした鏡が私の姿をそこそこ映す。鏡に同じ姿を映すには双子か自分そっくりな人形でもなければ。なるほど。少しやつれたかな。動かせなくて、右側に、あ、重りを反対側へ。あ、なるほど。うわ！別の部屋で何かが動いた音がした。なるほど。今んところはこれしか無理なんじゃないか。剥がせた。この血の絵画とかをなんとかしないといけないから、今はまだ無理で、あれだ、電気があるね。手が届かない。なるほど。じゃあまだ無理か。戻ろう。で、湯、黄色行こう。おー、ペンギンがいる、また。ペンギンのような像がある。ペンギンじゃないよ。ペンギンじゃないんだ。お湯には温かい、
これ入りたいんだけどな。これでも男湯な感じするけどね。我慢だ。今は、そうか。鏡が並んでる。で、小さなサウナがある。くらいか。まあ、いけないかな。まだ情報足りないか。じゃあ、一回広場戻ってみようかな。あれ、電気が消えてる？おかしいですね。え？あ、確かになんか、え、どうなの？ちょっとわかんないわ、違いが。喫煙所のある部屋。とりあえず待ってね、酒場への通路。あー、消えてるね。これ完全に停電してるみたいな感じになってるわ。酒場行くけど真っ暗で何も見えない。広間。ちょっと待って。で、喫煙所にも何もないかな。遊戯場も特に人もいなくて、赤い部屋も真っ暗。青い部屋も何もない。遊戯場戻りの、広間戻りの。じゃあ、あと食堂か。食堂行こう。はい。食堂も真っ暗だな。ちょっと待って、セーブしとこう、怖いから。で、まだ行けない。食堂の奥。はい。あ、ここはついてんだ、電気。ピンクの部屋。あ、隠し部屋にも入ってみようか？あれ？ソウさん！暗闇にはうつ伏せに倒れたソウさんがそこにいた。大丈夫。息はある。おーい、しっかりしろ。ソウはぐったりとしている。サラちゃん、周囲を調べてみて。はい。銀は部屋の外を見ててもらえるかい？これ、パソコンなくなってるね。机の上には何もない。ここにあったノートパソコンがなくなっている。机の下を調べる。机の下を覗くと奥の方に緑色の光が見えた。これは、見覚えのあるカードだ。今、刑事さんも銀もこちらを見てはいない。2枚持ってるってこと？ちょっと、どうしよう。カードに触れない。カードなんて知らない。私は何も見ていない。それでいい。私は机の下から出て顔を上げた。ソウさん、起きたの？サラ。ソウさん、気がついたんですね。今の、見られていた。いてって、僕、気を失ってたのか。後頭部をガツンとやられてるね。血が出るほどではなかったっぽいけど。ひどいよ。誰がそんなこと。ああ、やられた。パソコンがない。持ち去られたんでしょうか。パソコンの中身は見ましたか？パスワード、パソコンの中身見ましたか？何も、わからなかったよ。パスワードも、中身のデータも。仕方ないさ。よほど不都合なものだったんだろうね。混乱に乗じて奪い去ったんだ。一階にいた。誰かがね。一体誰が？持ち去った犯人を探しましょう。今はナオさんを探しましょう。みんなと合流しましょう。こっちかな？みんなと合流した方がいいよ。そうだね。このまま気持ちも行動もバラバラじゃダメだ。ずっとサラちゃんが喋ってるんだけどさ、これ多分刑事さんが言ってんだよな。みんなを集めるんだ。一度まとまるべき、だよ。誰か、悪い人がいるのか。何が何だか、わからない。ねえ、サラさん。さっき、何か見てた？否定する、はぐらかす。どっちも否定じゃん、これ。はぐらかそう。わかりません。何のことですか？へえ、そっか。ちょっとこれ、めくった方がよかったんかな？めくる前に捜査に止められるんかな？どうなんだろうか？食堂の奥戻るか。
で、一応ピンクの部屋にも入っとく？うわ、なくなってる！三島先生。で、どうすんだ、一体。あ、カイさんいる。おや、サラさんたち。カイさん。はい、カイさんです。どうしましたか？ちょいとそろそろ集合しようって話になってね。そういえば先ほど、ジョー君にバーで集合するように言われました。へえ。電気が復旧したのでようやく動けます。みんなで参りましょうか。オッケー。で、まだ結局行けないんだよね。調理室。調理室いつ行けるんだろうね。で、あ、そっか、電気ついてるとこの青い状態なのか。なるほどね。で、ちょっと喫煙所のある部屋の遊戯場の方にも誰かいるかもしれないから行ってみようか。赤い部屋。まあ、誰もいないか。普通にバーに行けばいいのかな。じゃあバー行きましょうか。おい。みんないる？サラ！ジョー！ナオさんは、見つかったか？二階にもいなかったのか？消えちまったっちゅうことかよ！そんな。部屋を見渡すと、ナオさんを除いてほとんど全員がすでに集まっていた。一体何事ですか？みんな、まあ落ち着いて。あの、その縛られている方はどなたですか？ああ、そっか、あの、囚人服のやつね。ったく、うるさい奴らだな。しましまの男。こいつらと、ナオってやつで全員なんだな。あ、起きたんだね、あんた。この縄を外せ。俺にぶっ飛ばされないうちにな。こいつ、ちょっと凶暴なんだ。困ったぜ。どいつもこいつもビビリが。いや、お前助けてって言ったろうがよ。危ない人を連れてきてしまったのかな。話しかけますか？あの、ちょっといいですか？ん？お前は、火？いやー！どういうこと？なんで急にお姉みたいな口調になったの？え？なんでこいつが自由に歩いてんのよ！早く誰かと捕まらさいよ！なんじゃ急に。知ってるのよ私、こいつやばいやつなのよ。落ち着いてよ。順を追って話さない。まずはその妙な口調をやめねえか。あ、俺としたことが取り乱したようだな。いや、なんだこれ、こいつ隠れおねえか。いいな、ちょっと好きになっちゃうよ、そういう設定。ふざけてんのげえこいつ。なあ、俺たちにはあんたに構っている時間がないんだけど、少しだけ取り調べの時間を設けてやるよ。縄をほどくか、その後で決める。何？ふっ、優位に立とうとするな、金髪野郎。おー、怖い。取り調べは頼んだよ、サラちゃん。ええ、それも私がやるんですか？おまわりさん、ぶるっちゃってね。もう。準備ができたらいつでも話しかけてね。なるほどね。オッケー、じゃあセーブします。準備できたらっていうことはセーブなんでしょう。で、時間は、あ、まあちょっと短めだけど、多分こっから長くなりそうな気がするので、今日は一旦これで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。じゃあ次回、このしましまの男に、尋問するところから始めようと思います。ご視聴ありがとうございました。あ、刑事さんの分厚い胸板素敵。ではまた次回、おつぴよでーす。